というわけで月刊スパー小林9月号ということで始まりましたが、はい、もう夏本番ですよ小林さん。早く終わってほしいね。ね、この暑さはちょっとね。もう暑さはね、たたりより立ち悪い。たたりの方が楽だもん。楽ですか、たたりの方が。楽。もう暑さだけは弱いわ昔から。ちょっとここどうしたんですか。あのキスマーク。うわ。いや、ほら声出なくなったでしょ。だからこうとか針打って電気とか流すわ。ここに針打つね、ここに。俺ちょっとこう黒いでしょ。黒ですね。風っぽいんでね、ここのとこがズブズブって針打ったらね、ちょっと黒くなって。黒くなって。うん、あれこれ普通に黒くなったらこれ地層な、黒いでしょこれ。ああ、これが地層っていうの。へえ。これわかる？ここがちょっと黒っぽくなったでしょ。うん、うん、これが、うん、あの急に出てきてグズってなってやばい。ほらこれ針刺さったって分かってるから。これ普通に出たら死んじゃうんですよ。なるほど。うん、二度見しちゃいましたよ私。キスマークかと思って。どう、これはほら喉の調子悪いから針刺してピッ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 って出る。でもすごく喉調子良さそうですね。うん、だからあの喉チンコのとこやったから、はいはい、下のこれあれやってピッピッってたら面白い。そんなわけで9月号なんですけど、はい、ですね、はい、23区シリーズは今回練馬ということで練馬区になります。練馬区なんであんな、あのように公園が多いんでしょうか。いやー、田舎だからですよ。やっぱそうですか。田舎ってやっぱもともとそのほら人が住むより畑良かったから。ただ広いね。広いですね。練馬は広い。ね、ごめん、舐めてた。あんな広いと思わなかった。移動がね、うんうん、場所ははっきり言ってレベルはそれなりに高いけど、はい、移動でへばった。こんな炎天下の時にさ。そうです、暑かったですね。日陰もあんまりなくて。まあね。ったもう日陰をこう、脱ぐようにこうね、歩って移動してたというね。疲れるね。まあ、そんな中ね、いろんなところがあって、はい、基本的にはね、まあ、でも、うん、やっぱりいい良殿っていうかね、うん、そういうとこ多いから、うん、場所はいい、うんうん、変な沼地とか行くよりあっちの方がよっぽど質はいいです、はいはい、まあ、共通点もいろいろあって、そうそう、はい、まあ、勉強にもなるし、見つけ我々のようなものでもなんかなんとなくここそうかななんていうのもあるんですかね、うん、そういうのが、まあ、練馬区の特徴でして、はい、そして全国パワースポットっていうのは今回は富山県ということでね。富山県、富山県行ったことありますか。富山県、はいはい、ありますか。何回か行きました。行きました。そうですか。涼しくって帰って持って帰ってきたと。あ、そうですか。全国パワースポットは、はい、富山県です。そして、今月のラッキーカラーいつもとなります、はい、ラッキーサウンド今回は木製のテーブルということで、まあ、木のテーブルってことですね。木製って星じゃない。あ、そうそう、ちょっと、ね、そう、木のテーブル、はいはい、ね、またユニークなテーマで、いや言われてなんか浮かんだのだけ言うだけだからさ、うん、まあいいじゃない。俺作るわけじゃん。そうなんです。めちゃくちゃなこと出してるよ。毎回ね、テーマをこうご紹介する中で、はい、いやいや、ユニークだな、どんどんユニークになってくるなと思って。いや、これでもね、はい、あんまりかわいそうなのはね、省くようにしてんだよ。そうです。本当にかわいそうだからさ。なんで、苦悶の表情が目に浮かぶからさ。そうなんですね。楽しいんだけどさ。はい、うん、これは家庭不安にしたらまずいからさ。そうですね。うん、ぜひ皆さんラッキーサウンドをお楽しみにしてください。はい。はい、それではですね、早速と23区シリーズなんですが、はい、まあ、公演が多かったということで、はい、私あんまり練馬って行ったことなかったんですけど、どうぞです。すごく静かでね、まあ、住宅地ですごくなんかこう整備されていて、そうですね。ね、公園といってもその、まあ、土の公園、ね、土の地面の公園が多くて自然が多いなって感じがしたんですけどね。やっぱ練馬とか、まあ、どっちかというと埼玉のところっていうのは基本的に畑系が多かったから、それなりに広い場所取れてるから、うん、まあ、今住宅地になってるけど場所悪くないよね。そうですね、うん、だからよく見ると道のうねり見ちゃうと間違いなくこれ田んぼ道かなとか、ね、はい、うん、まあ、そんなわけで、はい、VTR 見ていただいて、うん、後でちょっと小林さんのね、はい、コメントいただきたいなと思います。はい、ではどうぞ。